はいどうもめチャンネルです。本日はですね IHG から新規開業するですねインディゴ東京渋谷さんについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。先日ですねこちら私の動画の方でもですねホテルインディゴ東京渋谷さんの概要であったりとか、内容についてですねご説明させていただきました。URL はね上の方にリンク貼っておきますんでよかったらそちらの方もねご参照いただければなというふうに思いますけども、今日はねこちらのホテルが昨日からなんとね予約が取れるようになってましたので、一緒にねちょっと内容を見ていきたいなというふうに思いまして動画を撮らせていただいております。初めてね私のチャンネルご覧になる方につきまして、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにぜひねチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もねチェックしていただけると嬉しいです。ということで早速ね内容いってみたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでですね、まず簡単にですねホテルインディゴ東京渋谷さんどんな内容なのかについてだけねさーっとですけど触れていきたいなというふうに思います。株式会社パンパシフィックインターナショナルホールディングスさんがですね、事業会社となりまして、ホテルをね、されるわけですけど、渋谷のねドン・キホーテさんがあったところでございます。道玄坂のところですね。はい、なので結構ね商業施設と複合施設になっててですね面白いコンセプトなんじゃないかなというふうに思います。 IHG のホテルの中でも私ねホテルインディゴさん結構ねやっぱり好きなんですよ。箱根強羅さんもそうですし、愛知県のね犬山にできたホテルインディゴ犬山さんにつきましてもね非常に良かったので、こちらのね東京の渋谷にどんな感じのねインディゴホテルができるのかっていうのは非常にね楽しみでございます。こんな感じでですねはい、2023年の3月にね一応竣工予定ということで、複合施設上の方はホテル、そしてテラスがあってオフィス棟もあって下の方がですねショップが入っているという感じでございます。はい、そしてね IHG ANA のホームページ上でもですねこのようにねご紹介されてまして、内容ねあまり変わってないんですけど2023年9月開業予定ホテルインディゴ東京渋谷さんということでですね、個性と色が混在し変化するジャングルシティをメインテーマに時代とともに進化し続ける渋谷のネイバーフッドストーリーを世界に発信ということで非常にね面白そうなコンセプトのねホテルだなというふうに思います。ちなみにね5月30日開業予定となっておりますけれども、こちらもですね母校大阪セントラルさんがですね今予約はもう取れるような状況となっておりますので、こちらの方もねぜひ皆さんチェックしてみていただきたいなというふうに思います。ちなみにですねこれ2023年9月開業予定で、実際はですね12月1日の予約がね取れるようになってるんですけども、こちらのIHG ANA のホームページの方からはですね東京の方で見てもですねなんとね出てこないんです。出てきてないですよね。はい、なんですが、はい、こちらのインターコンチネンタルホテルグループのですねホームページの方で確認していただくと出てくるかと思います。試しにですね東京のね12月1日から予約開始っていうのは私分かってるんですけど、1日前のね11月30日で検索してみたいと思います。はい、それがねこちらの結果でございます。インターコンチネンタル ANA さんが出てきたりとか、ストリングスホテルが出てきたりとか、キンプトンさんがあったりとか、下の方見ていただくとこの通りホテルインディゴ東京渋谷さんということで2023年12月の1日まで空室がございませんということでねこのように出てきます。なので利用可能な日を見るということで見てみたいと思います。更新しましたけどこのカレンダー上では出てこないですね。はい、12月1日12月2日チェックインということでちょっとねここに何も出てきてないんですけど見てみたいと思います。はい、これもですね12月1日まだね利用ができないという感じに出てますね。こっちを改めて変更してみましょうか。はい、こちらだとどうでしょう。はい、この通りですね近日オープンということで、はい、ホテルインディゴ東京渋谷さん45,154円税差込みの価格でですね45,154円からということで出てきております。これがね多分開業日としてはもうちょっとね早まるんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、残念ながらね客室の詳細のね画像等は出てきてないんですけど、スタンダードクイーンベッドで45,154円、スタンダードルーム、スタンダードキングベッドで46,997円、プレミアムルーム46,997円、スタンダードクイーンベッド高層階47,918円、プレミアムルームキングベッド48,840円、プレミアムルームツインベッド48,840円、スタンダードキング高層階でちょっとずつねやっぱりこういう風に高くなっていってますね。49,761円、プレミアムルームキングベッドバスタブ付きということはここまではバスタブがないんですね。なるほど。やっぱり新しいホテルで平米数がね、渋谷ともなるとちょっと場所がね、限られてるんでしょうかね。ここからバスタブがついてくると 51,604 円という感じですね。でその上に行っていただいて、ここら辺は一緒ですね。これもちゃんとバスタブ付きって書いてありますもんね。はい、なるほど、こういう感じですね。3名様までとか、まあ、ちょっと広いというよりは多分人数の件で料金帯が変わってるんでしょうかね。はい、まあ、ここぐらいまでしか今ね出てきてないんですけど、他スイートルームとかがね何部屋かあったかと思うんですけど、まあ、こんな感じで今予約が取れるようになっているという状況です。多分ね、これ詳細を見ていただいたとしても、画像がね、やっぱりこのようにありませんということで見ることがね、できないんですけども、前回ね、ご紹介させていただいた動画の方では、パースなども記載させていただいてますので、よかったらそちらもご覧になっていただきたいなと思います。これ現金価格です。ポイント価格も見てみたいと思います。はい。この通りですね、スタンダードクイーンベッド5万ポイントから1泊ねしていただくことができます。これはね、本当に非常に楽しみなホテルでございます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、画像が少ないんですけど、まあ、こんな感じでね、ちょっと出しておきたいと思いますけれども、渋谷の道玄坂にですね、新しいね、建物の中に入ってくる上層部がまあホテルという感じなので、まあ、渋谷でねどんな感じのホテルなのかっていうのは、まあ渋谷であまりね泊まる理由も正直ないんですけども、ちょっとね泊まってみたいなっていう感じの、ホテルでございます。IHG の中でね東京にインディゴが来るなんていうのは本当にね想像もしてなかったので非常に楽しみでございます。皆さんどうですか、ホテルインディゴ東京渋谷さん、ぜひね機会があれば泊まってみていただきたいなというふうに思いますし、私個人的にはね12月1日より早まるかなと思います。まあ、9月はちょっと早いかなというふうに思っててですね、まあ、当初はですね10月30日まで空きがありませんということだったんですけど、10月30日は空室がありませんみたいな感じでね、ちょっと微妙な表現で変わっていたのが、今ね、急に12月1日で予約取れるようになってたので、もうちょっとね、調整した中でですね、早まる可能性は十分あるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、引き続きね、ちょっと注視していきたいなというふうに思います。まあ、久しぶりにね、東京で IHG のね、ホテルができるということでね、楽しみにしております。はい、ということで、まあ、ちょっとね、予約取れるようになりましたので、今回ね、急遽動画に撮らせていただいております。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かった方、ぜひね、高評価ボタン、コメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォロー、チェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方では、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録と、こちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。